こんにちは、サムラ塾のことです、こちら動画を見てるあなたはですね、ちょっと簿記を勉強しようかなというふうにですね、悩んでるかもわかりません、しかしですね、いざ、茨城県で、簿記を勉強しようとするとですね、全然学校がないと、ね、いうことがお分かりになると思います。本当に全然ないですよね、はい、しかし、その全然ない中でですね、唯一、茨城県の県北ですね、では生講座、ね、プロ講師の生講座、こちらを開催しているのがこのサムライ塾です。そして、そこの簿記講師、それが私、サムライ塾の後藤道夫になります。私はですね、17年間、プロの簿記講師として、簿記を教えることを研究して、その腕を磨いてき、きました。その集大成が侍塾の、簿記講座なんですけど、それが侍流スパイラルツリー簿記学習法ということですね、今年はね、東京スカイツリーというのができましたけどね、私の方は侍流スパイラルツリーと、ねいうことで、ね、これは私独自の、ね簿記の、教え方と、ね、いうことで、たくさんのですね、合格者を輩出しております。そういった簿記講座、ねぜひ受けてみたいと、ねいうあなたはですね、一度まずは、私のライブ講座をですね、受けていただいて、でその上でちょっと引き続き3級もやりたいな、ね2級もちょっとやりたいなと、ね、いうふうに思ったら、そのまま引き続きご契約という流れを捉えてもいいですし、ね私の生講座を受けてみてですね、なんだこれちょっとなんだあのイメージはちょっと違ったと、あの違かったと、ね、だからちょっと私俺と合わねえなって思ったら、そのままね継続して、ご契約されずにですね、他の簿記講座の方に行かれてもらっても全然構いません、ね、あくまでもですね、私と合うかどうかですね、私の教え方が分かるかどうか、ねそういったものをですねチェックしていただくために、こちらの初めての簿記と、ね、いう講座を作っております。ぜひですね、こちらの講座を受けていただいてですね、簿記、というものは、どういうものかと、ね簿記は面白いのかなと、ねいうのをですね、確認していただいて、やってみてください。はい、ではですね、告知をさせていただきます。はい、初めての簿記、入門の入門です、ね、入門の入門です、ライブ講座ということで、時は、6月の23日土曜日になります、1時から、15時、2時からになります、場所は茨城県日立市 JR 大海海駅という駅があるんですけど、そちらの、徒歩1分、これ僕実際歩きましたんでね、1分ジャストでした、の場所にある、簿記教室サムライ塾という、まあ、この動画を撮っているこの場所です、こちらで開催いたします。料金はですね、この講座に限っては入会金は、とりあえずいただかないんですね。お試しということですから、ね、入会金はゼロ、ただし、受講料は2000円だということで、2000円のみで、ご受講をしてみてください、はい、で締め切りは、6月の20日の水曜日とさせていただきます。で定員は12名様までになります。ちょっと小さい教室ですからね、大人数のね、でっかいあの大手さんのような講座教育できませんからね、だからちょっとね、少なめの人数ですけど、12名さんさせていただきます、はい、でお申し込みは、詳細は、下記の、説明欄の方に書いてありますんで、書いておきますんで、そちらをご覧ください。つまりこの動画をですね、見てると思うんですけど、この下にですね説明欄というのがありますからね、そちらの方に詳しく書いておきますんで、ぜひそちらをご覧ください。はい、では、お待ちしております。